ンチをつけてるお偉いさんとか、あんたが人間だと思って喋るよ。いや、誰が呼んだかレベルミュージック、響かせてやれよ世界中に。歪みまくった僕らの地球儀の中から叫ぶ自由人。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。だがもういらないなら仕方がないけど、俺の仏は止まらない。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。俺たちはいつも音の上ならば殺すより助けたい。だが罪は償わなきゃいけないから、今はしっかり苦しんで、一人で暗い部屋の中で、自分が一体何をして、そのためにどんな状況になってる、そういうことちゃんと考えて。どんな理由があるにしたって、やっちゃいけないことはあるんだぜ。もうわかるはずだ、大人だべ。体中糸でつながれて、あんたはもはや人形だぜ。それすらも自覚してんだべ。部屋限りある命だぜ。どうか最善を尽くしてくれ。そんな願いを込めて、今ここにはしごをかけておくれ。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。だがもういらないなら仕方がないけど、俺の仏は止まらない。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。俺たちはいつも音の上ならば殺すより助けたい。最初は日本変えてやるとか信念持ってたんでしょう。ならどんなに体が痛んでも捨てるべきじゃなかったはずでしょう。でもそうもいかなくなってきたんでしょう。誰かに落とされてんでしょう。いやいや、やつられるとかなんて虚しい人生でしょう。必要悪って現状なら大丈夫、まだ最悪じゃない。俺たちを助けてくれ、あんたにはそれができるぜ。そう、全てを吐き出して、そこからやっと未来見える。プロス信念貫き、生きてくならきっとだけど愛されて死ねる。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。だがもういらないなら仕方がないけど、俺の仏は止まらない。天国になどとに行けないけど、この音楽なら聴ける。俺たちはいつも音の上ならば殺すより助けたい。 Yeah、 許す隙間があるところは許していかないと、いつまでも真実なんて見えてこないよ。てなわけで、誰が呼んだかレベルミュージック、響かせてやれよ世界中に。歪みまくった僕らの地球儀の中から叫ぶ自由人。 Yeah。